快な一撃で重量級対決に勝利。大輝さん、1分30秒ちょっと短いんで、俺的には2分3ラウンドでも言えます。はい、このわがままボディでも動けますんで。ブレイブファイトクラブ農業経営、ヒロッチ44歳。わがままボディに磨きをかけて連続参戦。ブレイブの40代、スレーズは気合入ってるんでよろしく。対するはスタートゲートジムから会社経営、仙台志郎47歳。東北地方から唯一の参戦。スタートゲートジムのみんなが応援、パーソナルトレーナーとかの応援もあって、今回はまあ思いっきりぶつかって勝ってやろうと思っています。仲間の思いを背負い暴れる準備はできている。高崎か仙台か、重量級デスマッチ。仙台志郎 VS ヒロッチ。それではただいまより本日の第9試合、ヘビー級1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー、170センチ、 86.75キログラム、 ブレイブファイトクラブ所属、44歳、農業経営、ヒロッチ。赤コーナー、171センチ、 92.7キログラム、 スタートゲートジム所属、47歳、会社経営、仙台シーロー。レフェリー書かず。さあ、日立選手、本日第9試合、本日唯一の重量級の試合でございます。いや、重量級やっぱ迫力ありますね。そうですよね、前回大会も迫力ありましたもんね。そうですね、うん、やっぱり軽量とは違う面白さがあるんで、うん、一撃でやっぱ決まるんで。しかも広地選手は前回も登場して、前回 KO で、そうです、勝ってるみたいなんで、いや楽しみですね。また第2回大会参戦して、ま、そうですよね。で、仙台選手のパンツには俺は弱いって書かれてる。すごい謙虚な。そうですよね、フェイントかもしれないね、それも。そうですよね。おお、いいプレッシャーの方ですね。一発一発が迫力あるんですね。やっぱ音からす、おお、蹴ってですね。うわー、強烈な右、いいボディ、ボディ、膝もうまいしね。コンビネーションがすごいですか。キノキさん、すごいですね。ヘビー級とは思えないテクニシャンかもしれないです、もしかしたら。スピードありますよね。スピードもあるっす。おー、スイッチもしてますね。右でも左でもいける。おーい、強烈なローですね。うわ、仙台選手フックのスピード半端ないですね。多分一発いいパンチ持ってるんで、もう一発当たれば、いや、わかんないですね、わからないですよね。あ、これは金的です。いやー、すごいヒヤヒヤの展開ですね。やはりなんかヘビー級はプロもアマチュアもやっぱり緊張感ありますよね。やりますね、うん、いや、ただ、はい、ヘビー級なんですけどスピード感があるんで、うん、お互いパンチも速いし蹴りも速いし、はい、テクニックもあるんで、なんかこう軽力の試合と変わらないそのパワーだけ迫力が上がったみたいな。なるほど、お互いそんだけ練習してきてるってことですよね。技術も高いですし面白いですね。さあ、開始できました。さあ、どうなるか。見てる。おお、あ、膝、あの膝いいの出てるんで。仙台選手のローキックもいいですか。いや、今のロー良かったですね。嫌がってるんじゃないですか。ラスト30秒。あ、ラスト30秒です。仙台選手はやっぱりこういうふうに当てたいですね。おお、強烈な右ボディ膝のコンビネーションがすごい上手なんで、はい、ヒロッチ選手そこからボディ蹴って、おー、ハイキック上がりますね。
仙台選手も前蹴り、お引かない、引かないですね、仙台選手。広津選手の右ローキック、お願いします。すごい、本当に一発一発が迫力ありますね。いや迫力ありますね、うん、いやこれはまだお互いどっちが取ったかっていうのは、いやどっちもいいところを作ってるんで分かんないですね。本当にヘビー級の迫力はあって、それプラス技術とスピードがあるっていうのは、なんか本当すごいなと思いますね。相当レベルの高い、レベル高いですね。レベル高いプラス迫力が最大級で。なるほど、これ第2ラウンドも楽しみですね。いや楽しみですね。いやどっちの攻撃が低くするのかっていう。でも最初はヒロッチさんから手仕掛けてる感じがします、ね、仕掛けてましたね。そこから仙台選手盛り返して、はい、パンチヒッキを当ててプレッシャーかけて蹴りも入ってとっていいのは、はい、どうなるか分かんないですね。さあ第2ラウンド楽しみです。ファイナルラウンドゴング、ナイスジャブ。さあこの仙台選手のじわじわってくるのも嫌ですよね。やっぱ相手にかけられるとプレッシャーかけると疲れるんですよ。はい、おお前蹴り、おー蹴り蹴ってきました。おーうまい、おーわー広津選手コンビネーションすごいですね。ですただ仙台選手の一発のフック、はい、会場がひやつくぐらい空気切ってますね。そうですよね、スピード感あるし、当たり当たったら危ないですよこれはやっぱりおーおー上から下に下ろす、リフェンスも上手ですね。紙一人で変わらせてますね。あ、バッティング、お互い前に前に行くんで ね、今距離近くなってたんで。ただいまバッティングがありました。選手の状態を確認いたします、少々お待ちください。いやただこれはヘビー級で本当に迫力ありますね。迫力もあってスピードもあって技術の攻防戦をしてるんで目が離せないですね。本当この試合もお互いのいいところ出てますよね。出てますね。なんかそこをこうお互いいいところ同士をぶつけ合ってるんで、はい、もう一個いけるとやっぱりそれが崩れてくるんですよ、はい、ペースだったりを握っていけるんで、うん、お互いもう一個自分のペースにするためにもう一個出したいですね。もう一個何かを出したい、はい、一発で終わんないとか、はい、あの当たった後にもう一個いくとかそういうのが結構大事なんで、コンビネーションそうです。おお、ここから左まで振ったりとかできると、はい、当たるかもしれないですね。一発で終わらずに。ああ今いいの入ったですね。この前蹴り、そう前蹴り今嫌がってる人から入ってこう今みたいに攻めたいですね。おお、本当お二人の身軽ですね。膝、おお、お互い入ってるっす。おお、強烈な膝が入っているぞ。そっか、引かないですね。仙台選手。おお、いや、切るんじゃないですよ、ヒロッチ選手。猛烈なバックハンドブローが入りました。仙台選手、ここ最後お互い、おー、いやー、日立選手、強烈なバックハンドブロー入りました。いや、入りましたね。ただそれを全く動じない仙台選手、すごかったですね。なんかそれも吸収しちゃった感じしますよね。すごい、いや、これどうなるか分かんないですね、本当に。いやこれ判定どうなるのか。ヒロッチ選手もコンビネーションがすごかったし、仙台選手も一発が一発ですごい、いやプレッシャーもかけてたんで仙台選手。それでは集計結果をお知らせいたします。どうした結果になるか楽しみです。ジャッジ佐藤20対19、わかりました、ね、青ヒロッチ、おヒロッチ選手。ジャッジ友竹20対19、青ひろち、ひろち選手。ジャッジ、あきや、20対18、青ひろち、3対0、ひろち選手。以上、3対0の判定を待ちまして、勝者、ひろち。仙台選手もよく最後まで、そうですね、見せ場作ってくれましたよ、ね、やっぱりこうしっかり的確にコンビネーションで当ててしっかりポイント取ったのはひろち選手なんで、いやすごい試合でしたね。迫力もすごかったですし、本当にありましたよね。技術戦でしたね、本当に。そうですよね、はい、重量級やからパワーで行くのかなと思ったら全然違ったっすね技術も見せて攻防がしっかりしててびっくりしました。いやライズボア、これ重量級また見たいですよね。いやまた見たいですね、いろんな選手見たいですよね、はい、
ぜひ全国の40代の重量級の皆さん、ぜひライズボアに参戦していただきたいと思います。参戦してほしいですね。よろしくお願いします。では広津さんのコメントを聞いてみたいと思います。大丈夫ですか。向こう、あ、皆さんこんばんは。群馬県高崎市のブレイビーファイトクラブから来ました、オール広津です。ちょっと KO で勝てなかったんでコメントはこれで終わりにします。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、広津選手、広津さん謙虚でしたね。いや本当に、いや勝ってもなおまだ多分悔しい KO をしたかったっていう気持ちが溢れてたんで、はい、いやまた参戦してくれるんじゃないですか。これまた次回大会じゃ出てくれるかもしれないと。いや絶対に、また多分 KO できなくて悔しい気持ち出してたんで、うん、いや強烈なバックハンドブローも見せてくれました。広津選手、ありがとうございます。また見たいですよね。また見たいですね。いや、広津選手、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。